皆さんこんばんは、こんにちは、前半はですね、フランスの作曲家が続きましたけども、後半は、どうしますか、イギリスの作曲家、イギリスの人なら、必ず音楽の授業で習うようなんですけども、ヘンデル、エルガー、そしてこのブリテンがすごく有名なようで、日本の、滝廉太郎のような感じでしょうか、すごく有名な作曲家です。この、ブリテンという人が作りました、オーボエのための無伴奏の曲、ピアノがなくてオーボエ一本で演奏するんですけども、これが、ギリシャ神話の神様を題材にして、書いておりますので、今日は1曲ずつ、その話の内容を、少しだけお話ししながら進めていきたいと思います。では、早速演奏の方に入りたいと思うんですけども、スライドの方をお願いしてもよろしいでしょうか。最初に演奏します曲、パンという曲なんですけども、今映っておりますパンという神様、下半身はヤギなんですね。このパンという神様はですね、ある時シュリンクスという、妖精がいたんですけども、その妖精をすごく好きになって、くどいて追いかけるんですけども、そのシュリンクスは嫌がって逃げるんですね。そして、さあ捕まえたという時に、そのシュリンクスという妖精は足、植物の足、この、オーボエのリードの材料になる、皮に生えている植物の足に変身してしまったんですね。それを見たパンが、すごく悲しい、音がその足から聞こえてきて、その足を使って笛を作ったんです。その笛を、悲しそうに吹いている様子を表現しています。どうぞお聴きください。続いて2曲目なんですけれども、今度はパエトンという神様です。スライドを映していただいてもよろしいでしょうか。このようにですね、パエトンという神様は、アポロ、太陽の神様の息子だったんですけれども、そのお父さんに、今乗っているんですけれども、この馬車ですね、火を運ぶ車、アポロンはこれを、これで火を運んで、太陽のように東から西へといつも走っていたんですけども、この車に乗せてほしいというふうにお願いしたんですけども、お父さんはやっぱりすごく危険なので、すごく渋ったんですけども、一日だけならということで許可してしまったんです。ところが、パイトンはこれを、運転を始めるんですけども、この馬たちが、跳ね生えておりますよね。この羽の生えた馬が全然言うことを聞かないんですね。それでとうとう暴走してしまって、あちこちが焼け野原になってしまうんです。溢
フリカが砂漠ができたのはこの時にできたというふうに神話ではなっているようなんですけれども、最後にはこの事態を収めるために神様ゼウスが雷を投げてバイトンは命中して川に落ちて死んでしまうというそういう話です。それを曲にしております。ニオベという今度は女神様なんですけども、7人の息子と7人の娘が起こり、大変幸せに暮らしていたんですけども、少しこの女神は高慢でですね、私はすごく美しいしすごく幸せなんですっていうふうに言いふらしていると、今度他の女神様から反感を買ってしまい、他の神様からも反感を買って、アポロンがですね、次々にその戒めのために子供たちを殺していくんですね。でついに子供たちが全員殺されて夫まで最後自殺してしまうんですけれども、その悲しみにより最後石になってしまうというお話です。4曲目ですが、今度はバッカスという、神様です。
聞いたことあるかもしれないですけども、バッカナルナっていう曲なんかあるんですけども、お酒の神様であるバッカスが酔っ払ってですね、バッカスの信者とか信者がですね、男の人は騒いで女の人は、叫び回り子供たちが、走り回る、そうしながらだんだんと集まってくるような様子を描いています。次は、ナルキッソスという神様です。お分かりでしょうか。水面を覗いている姿なんですけども、ナルシストな、語源にもなった神様なんですけども、ある時おしゃべりな妖精エコーという、妖精がいたんですけども、その妖精がナルキッソスに、恋をしたんですね。恋を、してエコーはですね、話の終わりを繰り返すことしかできないんです。こだまの神様なんですけども、ある時ナルキッソスが道に迷って、この近くに誰かいないのかな、この近くにというふうにと、エコーがこの近くにというふうに返すんですね。そうするとナルキッソスは誰かがそばにいるのかなと思って、続いて話をして、こちらに来てよ、そうすると、エコーは来てよと繰り返すんです。ここで会おうよと言うとエコーもまた会おうよ。そうしているうちに、ナルキッソスは、泉の方に水面に自分の顔が映ったんですけども、ナルキッソスはこの時自分の顔と思わず、誰なんだこの美しい少年はということで、その自分の姿を恋をしてしまうんですね。その、映った姿が話をしていたんだと思って、すっかり恋に落ちてしまうんですけども、恋に落ちたナルキッソスは、睡眠も食事も取れず、そのままどん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 衰弱してしまうんですね。最後には死んでしまうんですけども、その亡くなった後に最後黄色い水仙の花が咲いていたという、そういう話です。
レトゥーサというこの女神様なんですけども、この女神様は大変美しかったんですけども、自分の美しさがすごく嫌で、男の人に振り向かれることが、罪悪と思っていたんですね。そのアレトゥーサが、ある時森から帰る途中に川で水浴びをしていたんですけども、この絵で映っているように後ろから、川の神様アルペイオス、こちらは男の人なんですけどもに声をかけられるんですね。そうすると、アレトゥーサはすごく怖がって、逃げ出すんです。逃げ出すんですけども、このアルペイオスが執拗に追いかけてくる、追われて逃げ、追われて逃げと繰り返しているうちにですね、とうとう力尽きてしまって、いざ捕まるという時ですね、アルプーサは、他の女神さんがですね、なんとか助けてくださいというふうにお願いすると、アルプーサから水、その汗が、滴り落ち、どん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 水が出てくると思ったら、いつの間にか水に姿を変えてしまうんです。その水が地下を通って、抜け出て逃げ出して噴水に最後なってしまうんですけども、今もイタリアにその噴水アレツーサの